後ろから追っかけるとき、これありかも。しかもさ、めっちゃいいことにさ、ただいまマイクアダプターで、ピンマイクで音声収録しています。皆さんこんにちは、ワンダーデビューです。本日はインスタ360のエースプロで利用するこちらマイクアダプターを紹介していこうと思います。こちらのマイクアダプター、非常に小さなパーツですが、こちらを使うことによって 3.5 ミリのマイクジャックを追加することができます。で、特に自転車とかバイクで走行するとかなり風切り音が入ります。そんな時に風防をちゃんとつけたピンマイクで声を収録すると、声がすごくクリアに入るので、私自身自転車でライド中に声を収録したい時にこのマイクアダプターを使います。本日の目次です。まずは簡単にこのマイクアダプターの利用方法を紹介します。その後に、室内でマイクを変えてみて、内蔵のマイク、そして外部マイクでの音の比較を簡単にしたいと思います。最後に特に気になるこのバイクなり自転車、私自身は自転車ですが、自転車で内蔵マイクで音声を取った時、そしてこのマイクアダプターを使ってピンマイク、風防付きのピンマイクで音声を収録した時、その差を少し見ていきたいと思います。それでは本日も本編の方お楽しみください。どうぞ。で、実際にまずマイクアダプターをマウントしていきます。マウントは簡単で、この USB と SD カードのところの蓋を取ってしまって、で、このマイクアダプターをそのままここに差し込むというので、そのままもう使えます。で、こうすることによってこのもうマイクアダプターの端子が見えているので、マイクを挿すとこの端子で利用できるということになります。少し注意事項があって、こういうマイクの端子に関しては、実は3極と4極というのがあります。で、特にスマホとかで利用する場合に、4極というものが出てくるんですけども、こっちが4極か、4極のもの、スマホでよく使われています。で、3極と4極のやつがあって、 TRS だとか TRRS だとかっていうので、規格が違います。今回のマイクアダプター、この4極のものでは利用できません。なので、この4極のものを挿して、音声入れたとしても、もうゲージは触れずに、ただいま、マイクのテスト中です。4極のものを挿しているので、音声が録音されていません。という状態になります。で、当然3極の方を挿すと、こちらの方、音声は収録されます。では、こちら3極の方を挿してみます。で、3極の方を挿すと、音声の方、ゲージは、ずっと触れたりしています。で、この4極のマイクで、4極のマイクをどうしても使いたいケースもあると思います。やはりマイクによって声だとか音質も変わるので、このマイクどうしても使いたいけど4極。そういう場合は、こういう4極から3極に変換する、アダプターっていうのがあります。で、こういうアダプターを用いて、4極のやつを3極に変えて、マイクを入れるということもできます。ただいま音声のテスト中です。ただいま音声のテスト中です。カメラの本体音声、本体のマイクで音声を収録しています。本体のマイクで音を収録しています。音声の方いかがでしょうか？チェックワンツー、チェックワンツー、音声の方いかがでしょうか？現在こちらの外部マイクを差し込みました。で、外部マイクを入れるとこちらのゲージの方が動いているのがわかると思います。ゲージの方が動いています。それでは録音していきます。ただいま外部マイクで音声を収録しております。ただいま外部マイクで音声を収録しております。音声の方いかがでしょうか？チェックワンツー、チェックワンツー。ただいま外部マイクで音声を収録しています。音声の方いかがでしょうか？続いてピンマイクの方を、使っていこうと思います。ピンマイクの方、まずこちらの4極の、プラグを挿してみようと思います。で、4極のプラグを挿した時点で音全然触れていません。なので、この4極の時は、この全然マイクが使えないというのがわかると思います。4極の時では全然触れません。で、この4極を外して、続いて、こちらの3極。3極の方を、挿していこうと思います。3極の、端子を挿すと、ここ、触れてきます。
で録音してみましょう。ただいまピンマイクで音声を収録しています。音声の方いかがでしょうか。ただいまインスタ360外部マイクを使ってピンマイクで音声の収録を行っています。音声の方いかがでしょうか。チェックワンツー、チェックワンツー。ただいまマイクのテスト中。けどこう後ろから追っかけるときこれありかも。しかもさ、めっちゃいいことにさ、まだないよこれは。ただいまマイクアダプターで、ピンマイクで音声収録しています。結構風が強いので本体風切り音をオンにしてたんですけど、声はさすがに聞こえにくかったのかなと思います。今ハンドルバーのところにマウントして、で本体つけてます。で先ほどピンマイクなしで本体のマイクで音声収録していましたが、今ピンマイクに切り替えています。でピンマイクだと本当に風防モフモフもつけて風も遮っているので結構風強い。そして走行中風切り音かなり大きくなりますけど、まあバイクなりこういうロードバイク自転車の時にも綺麗に音が取れるので、こう元ブログバイクのブログだとか自転車のこういうブログを撮影する際に音声収録、やっぱりこう有線なりのピンマイクで音をちゃんと風防をつけたマイクで撮るのがいいと思います。この声も結構綺麗に本体に収録されているのかなと思います。さて本日のエンディングです。このマイクアダプター、すごく小さなパーツですが、今見てもらった通り 3.5 ミリのマイクを使うときには絶対必須になりますし、特に自転車やバイクの走行動画、そしてその中で喋りたいという人には非常に、重要な、もうほぼ必要になるアダプターだと思います。おそらく気になっている人なり、これ以外のインスタ360以外のカメラでもこの 3.5 ミリジャックの動画を出していますが、じわじわ再生数が伸びてきて GoPro にしても、Osmo のポケット3にしてもずっと見続けられているコンテンツとなるので、今回 Ace Pro に関しても、インスタ360の Ace Pro に関しても皆さんのお役に立てればなと思います。それでは本日はこの辺で動画の方を終わりたいと思います。どうもご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。